2019年10月25日、朝5時55分、小樽北浜岸壁、これからサバを釣っていきます。見てください、こちら、じゃじゃん、エルグランドちゃん買っちゃいましたよ。寝起きなんでね、あのペットボトルの水バーッと顔に浴びて、これから準備していきます。ミールにね、はめます。この状態で糸を通します。で、7回ぐらい巻いて、で、そっからもこうちょっとね、これ取って、やかましいなカラス。つけちゃいます。よし、チカが釣れました。チカちっちゃい、全然ちっちゃいサイズですね。かわいい。うん、なんすかこの魚は。初めて釣りました。なんだこれ。これサヨリです。サヨリとのことです。天ぷらにすると美味しいとのおっちゃんが言ってました、隣の。うわーすごい、デカサバ。うわーバイブやばい。サバでかい。まあ近張り5号に変えたのが正解ですね。近張り5号に変えたのが正解。人生2匹目のサヨリ、あのヌルヌルしてますね、触ると。これ見えますかね、これ魚寄ってくるの。本日の釣果はこちら。まあまあまあ、あまり良くはなかったですね。チカ、サヨリ、サバが釣れたんで、まあちょっと楽しめたかなっていう感じで。ただいま9時45分朝の、これにて撤収。まあガラガラですね、ガラガラです。仕掛けを洗ってね、このようにしておくと、このように畳んでおくと、まあ次すぐ直近でチカとかサバ釣りたいなっていう時にはすぐ仕掛けをほどいてパッと竿を出せるので、まあ、僕はいつもこうやってるようにしております。この
透明な封、黄色の封は100円均一で売ってるので、ぜひぜひ。この浮きはあった方が見やすいのでおすすめです。海面上で見やすいのでおすすめです。本日の釣果はこちら、サバ 1,2,3,4,5 匹、チカ3匹、サヨリが2匹。見て見て見てこれ、これがサヨリの腹黒と言われるものですね。サヨリの中は腹黒いんですね。いや、初めて釣ったんでね、初めて解体しましたけど、本当にイカスミのように真っ黒いですね。うん。で、こちらの先、意外に触っても、意外にね、こう、針みたく痛いかなと思ったら全然痛くないですね。なんだろう、ちょっと木の小枝みたいな感覚ですね。うん。このサヨリは調べたところ、一応高級魚と言われているらしいです。